い、どうも皆さん、こんにちは、エルニーヨです。ということで、今回なんですけど、皆さんですね、音楽は聞きますでしょうか？はい。まあね、皆さん音楽、様々なね、アーティストさんがね、世界中で活躍する中でね、ほとんどの方はね、音楽もね、聴いてると思うんですよ。皆さんね、その音楽を聴くものって何がございますでしょうか？まあね、音楽を流すために、まあやっぱりね、iPhone のね、Apple Music とかそういうのでね、あの音楽を流したりとか、こういうのがなかった時代は、ウォークマンとかね、そういうのとかあったりとか、まあ CD をね、あのラジカセに入れて CD で流すとか、まあいろいろあると思うんですね。なんですけど、僕はですね、そんな中ですね、僕はね、音楽がめちゃめちゃ大好きで、もう音楽をね、もう暇さえあれば音楽流してるんですよ。もう勉強する時も、もう風呂入る時もね、トイレする時も嘘だけど、めっちゃ音楽流してるわけなんですよ。で、そんな中でね、僕はね、どんな感じで、ね、音楽を流してるか。で、まずこちら。じゃじゃん。スピーカーですね。これはあの、Bluetooth のスピーカーなんですけど、これ JBL っていうね、メーカーのね、スピーカーなんですけど、これも完全防水でめちゃめちゃ良くて、お風呂場とかに持ってって大音量でね、深夜1時ぐらいにね、あの、マジで大迷惑なことしてるわけなんですけど、スピーカーです。で、続いてはですね、イヤホンでございますね。はい、これはね、あの、AirPods なんですけど、これね、イヤホン、ワイヤレスイヤホン、これ使ってますね。これはなんかもうどっか出かけるときとか、まあ、バスで移動するとか、歩いてどっか行くとか、まあ、その時とかね、音楽聴きながらね、歩きたいなと、バス乗ったりとかしたいなということで、まあ、このイヤホンをね、持って、これはまあ、室外用ですよ。外出するとき用のやつで、で、これはまあ、室内で聴くよ。で、僕はね、この二つ、ね、もうずっと使ってて、思ったんですよ。なんか足んねえなって。うん。いや、もちろんこれのめちゃめちゃ音質良くていい。で、これもノイズキャンセルももう最高だし、めっちゃ音質いいし、もう iPhone との相性バッチリでめちゃめちゃいいんだけど、なんか物足りねえなって思って。なんだろうなーって考えたんですよ。なんか物足りねえ、なんかもう一段階、もうワンステップ踏めるんじゃないかなって思った時に、ヘッドホン持ってなかったんだよね。ということで今回は、超高音質高級ヘッドホンを買ってしまった高校生の末路ということで、こちら、BOSE のヘッドホンをね、買いました。いや、そっちの坊主じゃねえよっつってな。自殺しようかな、俺。ということでですね、こちらですね。ちょっとあの、買ってから日が経っちゃって、なんかここら辺稼いちゃってるんですけど、ノイズキャンセリングヘッドホン700ということで、こちら買いました。皆さん、BOSE ってメーカーはね、この BOSE じゃなくてですね、まあ、音楽メーカーなんですよ、そう。あの、音楽の、まあ、スピーカーもありますし、まあ、ヘッドホンも、まあ、イヤホンもね、BOSE あると思うんですよ。買ってしまったよね。うん。これまあ、お値段の話をさせていただくと、5万円です。はい、ということでですね、こちら5万相当の超高級ヘッドホンを買ってしまいました。これがだいたい4万ぐらいなんで、いや、お前めちゃめちゃ高いね。ごめん、こちらのヘッドホンをね、開封していこうと思います。やべえ、俺これ買ってから1週間ぐらい経つんだよね。そう、もうこれ YouTuber の辛いところを動画で紹介したいから、時間ないとなかなか飽きられないのよということで、テスト期間中にはなるんですが、まあ、テスト勉強のモチベも上げるためにね、音楽聴いて、もう、ってやりたいので、開封していこうと思います。開けていくぞ！絶対綺麗に開けたいんだ。あ、ここになんかあるな。これ何？これペリペリスポットかな、これ。ペリペリスポットいける？いくよ、いくよ。ペリペリスポットだった！おぉ！取れます、ここが。パッカ、うわ、このね、この高級感溢れる箱ですよ、皆さん。もうこの質感はね、この質感は高級。はい、ということで、こちら、BOSEなヘッドホン開けていこうと思います。うわ。それではいきます。BOSEのヘッドホン5体目まで。3、2、1。レッツ、脱毛人生。うわぁ、まだあるね。まだだね、さすがに。え？やはりなんかゴキブリ出てきたんだけど、違う、絶対そんなこと言っちゃダメ。箱があるの？ケースがあるの？これちょっと開け、取ってみますね。うわぁ、そうだわ。ここになんか説明書らしきものが、start here って書いてありますね。やべぇ。パッペ。はい、ということでですね、ケースが出てきてしまいました。あ、もうこの質感ね。エッチですね。はい、ということで、オープンザ坊主していこうと思います。オープンザ坊主。あ、ここまで行くの？あ、ここまで行っちゃう。一回
停止しちゃったもん、これ。これ、もうやばいです。これ、開けます。開けます。いきます。オープンザボーズイ、スリー、ツー、ワン、ゴー！出てきてしまいました。俺の人生初のワイヤレスヘッドホンになります。自分で購入したワイヤレスヘッドホンの中でワイヤレス初めて。かっちょえー、黒やっぱいいね。白か黒かだったんだけど、黒よかったな。はい、ということで、こちらになります。BOSE ノイズキャンセリングヘッドホン700ということで、僕あんまり音楽に詳しいわけじゃないのでね、ちょっと評論家の方は、ま、あ、こいつ、つえってなるかもしんないんですけど、ちょっと押さえてください。なんか JBL だったり、Apple のだったり、BOSE だったり、こいつなんかもう一個に絞れよと思うかもしんないんですけど、そこはご了承ください。ということで、こんな感じですね。うわー、なんか膨らんでる。膨らんでるよ、これ。わかるかな、この膨らみ。やべ、カルデラ。うわ、つけていきたいと思います。じゃあ、まず、ファーストコンタクト、装着の儀式いきたいと思います。それでは。あ、俺下までやった。うっ、やばい。え、全然声聞こえない。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これやばいわ。あ、これやばい。ね、これ、事故が起こります。これ、なんかもう俺の今喋ってる声、もうすでにノイズキャンセリングなの、これ。え、これはね、これいや、やばいね、これね、やばいね。まあ、何はともあれ、ちょっとまあまあまあ、いろいろ見ていきたいと思います。え？待って、ケーブルとかって入ってないの？ここ入ってんのかな？あ、なんかこう、あ、オープンできるとこがある。開けていきます。オープンザボーズ、ここ。パカ、やばい、やばい。ここ開けると。こぼれ落ちてきた。大きいな、タイプ C だ。タイプ C の充電なの、これ。あ、いいや、え。しかもしっかりこれですね。イヤホンジャックもこれもありますね。あ、いいやん、いいやん。これめっちゃええやん。じゃ、ここはまだ封印しておきましょう。僕はね、タイプ C はiPad の充電で使ってるんで、そっちから引っ張ってこれるから、まあ、これはね、置いときましょう。じゃあ、この説明書を読んでね、ちょっといろいろ設定をしていきたいと思います。もう本当に早く音楽聴きたくて、たまんねえよ、おめえは。協力できないんですね。このクソ暑いのに、お前。マイクなんかつけられちゃってたまんねえよ、お前。次の接続を利用するため、BOSE ミュージックアプリ。あ、やっぱこれ専用のアプリが必要なんだな。BOSE ミュージックアプリを入れていこうと思います。はい、ということで、設定していきたいと思いまーす。マイ BOSE アカウントを作成する。わ近くを探しています。BOSE これ。Bluetooth 接続ボタンどこにあるの？あ、ここか。明らかにこれですね。多分これが Bluetooth 接続ボタン。これで押せばいいのかな？起動しました。光りました。あ、来たー！ BOSE NC700。じゃあこれに接続していきます。ポチッとな。さあ、じゃあもう始めますぜ。俺の BOSE 人生。ペアリングの要求。あー、もう声が全然やばい。ペアリング。うわ。おい、なんか聞こえる。Well, check it out! って今聞こえる。インチェンチョンガンインシュンも。うわ、なんか、すごいすごいすごい、いろいろ出てくる。タッチコントロールで何でやらって。タッチコントロール通過。数回タップするだけで通話への応答、着信ミュート可能。タッチコントロール再生。あ、ここ BOSE のなんか、アイコンをタッチすると、な、これ。ここをタッチするといいのかな。流れちゃった曲、流れちゃったわ、今。こうやってやったら、ちょっとじゃあ、もう繋がってます、これもう。じゃあ、ちょ、流しますよ、もう。行きますね。行きますね。行きますよ、俺。キックバック流すよ、俺、行くよ。行くよ。てててれててててれれててててれてててててれれててててててれれれててててれれれ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 てててれ誰だ誰だ頭の中よ。うわー、声はやべえ、テンションぶち上がり。俺が欲しいと歌ってる、幸せになりたい、楽しいで、こっちやると次のトラック移動。うお、変わる。こっち反対にやると、すごいすごいすごい、もうここで全部完結するわ。音量上げるのと曲止めるの、曲流すのと送るの、戻すの。で？あ、そうだね、戻して。
バッテリー残量確認。あ、これ長押しすると、サードウェイ 20%。 ノイズキャンセリングレベルっていうのがあるんだな。なるほどね。あ、ここで変えれんだ。うわー、一番これあれなのかな。あ、これノイズキャンセルなし。あー、すごいすごいすごい、ちゃんと聞こえる。あ、すげえ、会話モードっていうのをオンにすると、なんかこれ長押しすると音楽が止まってノイズキャンセルがゼロになるんだ。やばすぎじゃないこれ。え、すっげえ、設定完了。もうアプリで全部いろいろ見れるっぽいですね。充電残量とかも10レベル、これが最高レベル。うわ、やば、このノイズキャンセル。見てください、低身長の iPhone からキックバックが流れてます。 I love you 蹴らしてくれ、全部バッて笑ってくれ。どこかの街でまた出会えたら、いつものように笑ってたんだ。